西部の森だとか、筒香だとか打ちながらサードに走るような感覚で打ってたのが落合さんかなと思いますね。落合博満先輩が右バッターで唯一やった人、野球界で、まあ、右バッターがいいのか左バッターがいいのか、そうですね、昔はですね、右ピッチャーが多かったんで、まあある面で当然右バッターも多かったんですよ。である時からちょうどね、誰だろうな、篠塚、巨人軍の篠塚選手がデビューした頃からですね、やはり右投げ左打ちというものが大体出てきまして、で左バッターの方がこう何でしょう、一塁までの距離も短いし内野安打でヒットになるという確率が高くなっていくんですね。で一時期その、まあ、ピッチャーの兼ね合いにもよって、まあ、右投げ左打ちという野手が多くなりましたね。まあ、優位といえばやっぱ左バッターの方が、まあ、1メートルくらい右バッターより塁間が近くなりますから悩んだる可能性が高いですね。でね、今ね、実際問題アマチュアあんまりよくわからないんだけど、プロ野球は左バッターの好打者が多いわけですよ。うん、で、昔と違って今の方は左の好投手が多くなりました。まあ俗に、まあ、代打送る時も左ピッチャーには右バッター、右ピッチャーには左バッターとかあったんですけど、今はこう、あんまりそれに関係なくして、レギュラー張るようなものは右だろうが左だろうが、左ピッチャー多くなってきたんで、だいぶ目が慣れてきましたね。うん、そういう面ではあまり関係なくして、まあ監督も采配あるいは選手に起用してきますね。どっちが有利かといえば左バッターの方が有利です。わりかし多いでしょ。イチローもそうですね。でも案外なんだろう、右バッターに言わせてもらえば、右は打ってこう向こうに走ろうとする気持ちがある。それどうしてもこうインサイドが苦しくなるんですね。いわゆる、よく距離が取れないというインパクトの距離が取れるかちょっと詰まってしまうかという、うん、そういう傾向が右バッターにあります。左バッターはわりかしこう言葉は変だけど、こう逃げながら打って出るという、インサイドアウトにバットを出してファールで逃げれたり、それは当て逃げ的なものでヒットになったり、うまくこう拾ってこうレフト方向に打ったりとして、おーうまいね、ナイスバッティング、柔らかいね、そういう表現が多く使われてたんですけど、今はそうだろう、案外、西部の森だとか、筒香だとかギャーンと振るバッター多くなりましたね。まあでも右も左もいいバッターはいいバッターですよ。それでね、まあこう左バッターの好打者のやや逃げ打ちという表現を使ったけど、右バッターで唯一やった人が、まあ、いると思います。僕の中においては、落合博満先輩がそういう感じかなって気がしますね。軸足を、なんつうの、バッターボックスのラインの一番前に出してキャッチャー寄りに立って、やや左足は少し引いてオープンに構えていくんですね。それでこの形でアドレスをして、感じたことがこういうふうにしていって、ややこう逃げながら、この逃げることによって距離を取っていく。で逃げながら打つとアウトコースがボール遠くなるんで、そのために右の軸足は一番前につけてその距離を取ってという。で、なんかこう、うまくこう距離を取りながら打った。普通のバッターはこうやって打ちに行くんですが、落合さんは少しこういうふうに距離を取って打ったかなという、打ちながらサードに走るような感覚で、打ってたのが落合さんかなと思いますね。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。